ここで沖縄地方の梅雨入りについてお伝えします。先ほど沖縄地方、沖縄気象台から沖縄地方の梅雨入りが発表されました。今日の天気図をご覧ください。6時の実況天気図なんですけれども、沖縄付近梅雨前線が停滞する形になっていまして、今日も曇り雨のぐずついた天気となっているところ多くなっています。向こう1週間の天気アイコンを見ましても、明日以降も曇りや雨の日が多くなりまして、すっきりしない天気が続きそうです。このため、今日先ほど沖縄気象台から沖縄地方の梅雨入りが発表されました。去年よりは5日早く、また平年よりは2日遅い梅雨入りとなっています。以上、気象速報をお伝えしました。